火の粉を払うのみ。 愛が精霊を強くする。
グレスインパクト。やったー、勝ったわ。降りかかる火の粉を払うのだ。行くぞ、エンタグレムソード。神しぐれローザ。私たちの勝利。男だな。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。行くぞ、エンタグラムソード。カリウの欲駆け。アイスメイク、アイスブリンガー。さて、ふむ大天、将の方、よっしゃ、行っちゃ行くか。
扉レオ愛が精霊を強くするレグレスインパクト感想天輪の鎧アクレスオーガさてアイスメイクフロアよしガリューのゴーさてゴーの方レグレスインパクト決戦アイスメイクハンマー抜かぬ太刀の形よしカリューの鉄拳もう終わりか暴れ足んねえぞかかる火の粉を払うのみ任せて行くぞバルバビタホール感想行くぞ太陽の剣グレンゾーこれで終わりだすぐ体験他の方安い賭けをしたな降りかかる火の粉を払うのみ負けてられねえ。
実はこの町の主よ。そうだな、そういやこの間大聖堂の周りに変な奴らがいたのを見かけたんだが。まあそれなら俺も見たぞ。少なくともこの町の奴には見えなかったな。帰ってきたぞ。カルディア大聖堂の周りで怪しい目撃情報。ジェラール？どうしたの？レビィちゃん！どこ行くかな？よし、ここだ！ってくっかな？ここかな。よいしょっと。これラクリマ？どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は。帰ってきたぞ。ジェラール、術式を解いた先で。ジェラール、どうした？どこに行こうか。ここだ、行くぞ。相手になってやる。行くぞ、エンタグラムソード。よし、カリューの役だけ。もう終わりか。暴れたんねえぞ。くそ。よし、よう。
よし。よう。準備はいいな。これよりタルタロスギルドの落下地点へと向かう。ナツ、先方は任せたぞ。ああ、今度こそ全員ぶっ飛ばしてやる。何が出てくっかな。ギヒ、燃えてきた。行きましょう。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。カリューの鉄拳。ウォーカースターです。ジュビアにかかればこんなものです。我ら、やられる覚悟はできてんだろうな。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。やっ、カリューの結果。ウォータースターです。ギヒ、鉄流拳。楽勝だな、ギヒ。やられる覚悟はできてんだろうな。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。カリューの鉄拳。四地球の扉、レオ。レグルスインパクト。行きます。切り刻みます。ウォータースライダー。ジュビア、愛してる？ああ、飛ばしてしまいます。わりゃ！さあ、行くわよ。開け！四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。やっ、カリューの鉄拳。ギヒ、鉄流拳。ウォータースターです。ジュビアにかかればこんなものです。よし。よう。てめえ、あいつは巨人の村を。グレイ様と同じ。こいつは俺がもらう。何？グレイ様。消えた。クソ、やられた。だがナツたちは先に進んでくれ。ああ、任せとけ。よし。
どこへ行く気だ、エルザ。逃げるか。わらわはネオミネルバ。最強の魔導士と、さあ、頼む。の非道な行い、納得はでき、お前を殴るこの拳が泣いているんだ。分かっておるわ、分かっておる。わらわは弱い、弱いか。お前はお前だ。これだから人間は生や死を語ることに悦を感じている。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミども。幸い少しは時間が。貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人。ミネルヴァ、間に合った。遅くなっちまったな。あんたのギルドは。お久しぶりです。クロム様。お嬢。一緒に。ギルドに帰る。この魔法の世界が終わるの。フェイスは破壊されたぞ。一つだけな。エルザさん、ここに来るとき。あれがフェイスなら、すご…なんだと。1時間、あと1時…魔導パルス爆弾約3000機すべてが…バカな。ハッタリだ、フェイスは遠隔操作ができない。確か議長と呼ばれている人間が
遠隔。その議長は死。我がギルドにはネクロマンサーがいるのだよ。死人の。エルザさん、行ってくれ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを頼む。こいつは俺たちが。面白いことを言う人間もいるものだな。そうだ。やれやれ。グレイが心配だ。あの夏、気をつけて。さて、さあ行くわよ。開け諸女風の扉、バルゴピカホール。グレンカリュー君、暴れたんねえぞ。そんな。てめえ。吸気門、一度に三人も出てくるな。みんな気をつけろ。仲間とはぐれちまったみてえだな。あいつなんで俺だけ。さてと、あんた。ああ、よく知ってる。俺もな。あんたも知ってるが別人だ。なんとなくそんな気はしてんだ。父親だ。そんなはずはねえ。親父。俺の名はシルバーフルバスター。嘘だ。いや確かに父親であることは嘘じゃねえ。どういうことだ。俺はもっと大きな存在さ。お前にとって戦う運命だ。まずはどこから話せばいいかな。この体は器だ。タルタロスは全員ゼレフ署の悪魔だ。まあしかし悪魔の姿ってのもいろいろ不便なことも。その人間の姿を選んでいる時にたまたま近く。だがな、偶然手に入れたはず。お前をこの手で殺せる日を。ふざけんじゃねえぞこの野郎。こっちには恨む道理があっても恨まれる筋合いは。いや、ウルの一派を皆殺しにしねえと収まん。俺の名はデリオラ。忘れてねえよ。バカな。そう、殺されたよ。だがタルタロスにはヘル。本当にお前が。なんなら真の姿を見せて。デリオラ！来いよ、ウルロボ。人間は悪魔には勝てない。俺に氷は効かねえ。これで。ほう。人間は悪魔には勝てない。
この後はお前親父の体でこれ以上くだらねえこと言って。アイスメイク氷のエクスカルじゃねえの。氷に瓦礫を混ぜて無属性の攻撃にして今度はこっちから行くぜ。アイスメイク氷のエクスカルじゃねえの。氷魔のレイだ。行くぞ。アイスメイク。やるじゃねえの。アイスメイク。アイスプリンガー。アイスメイク。やるじゃねえの。アイスメイク。アイスプリンガー。アイスメイク。氷のエクス。やるじゃねえの。行くぞ。メイク。やるじゃねえの。アイスメイク、アイスプリンガー、氷魔の交渉。アイスメイク、氷のエクス、やるじゃねえの。氷魔のレイダー。アイスメイク、氷のエクス、やるじゃねえの。氷魔の交渉。アイスメイク、氷のエクス、やるじゃねえの。やるじゃねえの。だが シルバー、これでガレキもっと顔を歪ませろよ。もっとよく覚えておこう。これがそれでも俺に氷は通じねえ。物理氷だ。はったりはよせ。それは自らの命と引き換えに。それに俺には氷の魔だったらこいつを食らう度胸やれるはずがねえ。死ぬんだぞ。よせ。俺の家族、そして死んでほしくねえか。あの時とグレー様、すまない。あいつの死ぬ。氷は効かねえ。すまない。みんな大事なことを忘れ。行くぜ。氷魔の激光。アイスメイクハンマー。え？これで。人間は悪魔には勝てない。行くぜ、氷魔の激光。アイスメイクバンプレーじゃねえの。楽勝だぜ。なんでだよ、クソ。俺の親父だろ。とどめよ。ふざけんなよ、あんた。お前に殺されるの。だがもう人間じゃねえ。あくまでネクロマンサー。死体を操る術。実験？死人をどこまで本物の生きた何百もあった死体の一つに過ぎなかったが、すべては俺の家族を悪魔のギルドにいながらバレねえように周りの悪魔の力をよ。だがそこで俺の手は汚れすぎている。だから死ぬつもりだ。
もう死人だ。勝手なことを。もう大丈夫だ。全て俺の悪夢。俺のことは忘れていい。それでも違う。あんたはもういい。楽になりてえ。頼む、ミカノン。迷うな。俺はフェイス計画にも手を。ああ、たとえ血のつながった父親でも。それが人間だ。俺は俺でも、あんたを。それも人間だ。どの道を俺の体は。親父。いい男になったな。悪魔だけのギルドに悪魔を。死人？グレー様のお父様が？あなたは一体。聞こえるか、ジョーちゃん。あんたはその。いえ、そんな。まあいい。時間がねえ。要件、目の前のドクロキースがフェイス起動の鍵だ。奴はネクロマンサー。や、それで三千機のフェイスを止められる。でも。なんだよ、知ってたのか。お父様、聞こえますか？もう声が聞こえない。デビルスレイヤーとして。ジュビアは決死の攻撃でタルタロスのネクロマンサーキースを撃破する。それに続いてナツとバジルが旧鬼門に挑むんだけど、相変わらずの二人でどっちが先に倒せるか競争して、負けた方は勝った方を称える歌を作るって約束をする。勝ったのはガジル。レビーちゃんと共に相手の得意とする水中戦でトラフザーを破るんだ。でも傷ついたガジルたちの前にテンペスターが迫る。絶体絶命。その危機を救ったのはグレイ。父シルバーから受け継いだデビルスレイヤーの力で
テンペスタを一撃で倒しちゃったんだ。さっき一旦止まったようだったが、とにかくフェイスの軌道を止める。これほどめちゃくちゃにされていてはさ、軌道まであと1時間もない。急ぐ。よし。